体喜ぶチャンネル。こんにちは、お元気ですか？管理栄養士の丸尾和樹です。さあ今日もあなたの心と体が喜ぶ情報をお伝えしてまいりたいと思います。今回お話するテーマがこの加工食品に気をつけろということでお話をしていきたいと思います。加工食品ですね、まあ、いろんな食材を加工して売られているものをいろんな種類があるかと思います。まあ、そういうものを買ってご自宅で食べたりだとか、あるいはお弁当に入れたりするのも結構便利だったりするんですけども、この加工食品ね、そういった便利な側面がある一方で気をつけないといけないね、その健康を考えるんだったらちょっと注意した方がいいよっていう要素もあるわけなんです。それはどういうことかっていうと、その加工食品っていろんな原材料を混ぜ合わせてこう加工して作っていますので、いわゆる混ぜ物、つまりですね、食品添加物が入りやすいっていう側面があります。で、例えば、まあ分かりやすいところでいくと、なんでしょうね、白菜。ね、八百屋さん行って白菜を買う。で、白菜っていうのは加工されてないものですよね。で、その白菜は添加物が入ってないわけですよ。だって何にも加工してないからね。まあ、残留農薬とかあるかもしれないですけど、添加物は入ってないと。あるいはこう生のお肉、ね、牛肉とか豚肉とか、お肉を買うときもそこには添加物は入ってないわけですね。まあもしかしたら成長ホルモンとか抗生物質とか入ってるかもしれないですけど、でも添加物は入ってないと。ただこれがですね、加工されると添加物が入り込んじゃうリスクがぐんと上がります。例えば白菜を加工して漬物にしたりですとか、いろんなお肉を、ハムだとかベーコンにする。今日もね、話が出てきますけども、そういった加工する過程においてこの添加物が入り込む隙が生まれるっていうことなんですね。まあ、添加物に関してはね、もう本当にいろんな角度からこのチャンネルの中でも動画上げております。まあ、今回添加物の話も出てくるんですけど、細かい話はね、やり出すともう今日の動画すごい長くなっちゃいますので、この添加物がこうとかっていう、そういう話はですね、過去に動画を撮っております。概要欄でリンク載せておきますので、その個別のなんか添加物についてもっと詳しく知りたい、どういう影響があるかとかね、いうのは、そちらのリンクの動画からご覧いただければと思いますけれども、今回ね、この加工食品は特に気をつけた方がいいよってことをね、お話ししていきたいと思ってます。加工食品ね、添加物が入りやすいよ、あと原材料がわかんないものが多いです。例えばさっきの野菜だとかお肉に関しても、八百屋さんとかでね、野菜買うときはどこどこ県産とか国産なのかとかっていうの分かりますけど、あとお肉とかもね、どこどこの県で作られているこんな品種の牛肉ですよとか分かりますが、これが加工食品になるともう途端に分からなくなる。一体どこの野菜のどんなお肉、どんな方法で作られて、どんな環境でっていうのがより見えづらくなるというですね、そういったリスクがあるいうことなんですね。ですので加工食品買うときはより注意して吟味してですね、選ばないと体喜ばないものをつかまされてしまうっていうことなんですね。はい、いうことで、まあ、今回その加工食品の中でも特にこの5つは要注意。もう本当に安心して買えるものがすごく少ないっていう5つになりますので、これをね、ぜひ参考にしていただければと思います。さあ、では一つ目から行きましょうか。ね、さっきお肉の話しましたが、一つ目は肉の加工品です。ハム、ベーコン、ソーセージ。こういったものですね。まあ、朝ごはんに、使ったりだとか、あるいはお子さんのお弁当にとかね、使われてる方も多いかもしれませんけども、ハム、ベーコン、ソーセージは結構やばいです。はい。これね、やっぱ原材料、ぜひね、これからね、いろんなお話しますけど、その商品買う前にね、原材料をチェックしてほしいんですよ。で、こう商品のパッケージの裏側ですね。で、手首のスナップ運動って言われ方されますけども、こう、くるっとね、手首返してその裏側の原材料表示をしっかり見ていただきたいです。で、原材料表示、今非常にわかりやすくなっていて、まあ、いろんなその、何が使われているかって羅列されてるんですけど、途中にですね、スラッシュマークが多いかな、スラッシュで区切られているところがあります。で、原材料のところを見たときに、まあ、牛肉とか、なんか卵とかこう並んでますよね。あれの後ろの方でスラッシュで区切られているところがあるんですよ。で、このスラッシュより後、
で、このスラッシュルールっていう動画でもお伝えしましたけども、まあ、簡単に言うとそのスラッシュの後が全部添加物です。だから無添加のものが欲しければそのスラッシュが全くない、スラッシュの後にあるやつが全部添加物になりますので、その辺を注意して見ていただきたいと思いますけども、まあね、ハム、ベーコン、ソーセージはもうほぼほぼ添加物です。まあ、ただ最近、良心的なね、会社さんが無添加のものとか、極力添加物を使わずに、作っているものっていうのが、割とね、ハム、ベーコン、ソーセージに関しては出てきてるかなと思います。まあ、とはいえね、やっぱスーパーに並んでいるもののほとんどが添加物だらけですので、ここはね、ぜひチェックしていただきたいと思います。まあ、どういう添加物が使われているか、まあ、これ一例です。もうこれ以外にもいろいろ使われてますけども、例えば、リン酸塩っていうですね、このリンっていうミネラルは取りすぎるとね、カルシウムが出ていっちゃうんですよ。だから骨が脆くなったりとかね、そういうことにもつながりかねないリン酸塩とか、あと発色剤。まあ、これね、他のものと組み合わさると発がん性があるんじゃないかって言われているような発色剤ですね。色をきれいに見せるためとか、あと調味料、アミノ酸等って書いてあってね、これ初めて見た方は、調味料は別にいいんじゃないんですか？だってアミノ酸って栄養素でしょって思うかもしれませんが、これがね、悪意のある表記方法で、もうこれは化学調味料です。はっきりね、化学調味料イコールこの調味料カッコアミノ酸等ってことですので、もうこれは全然そのなんていうかなんかいいものではないっていうかね、化学調味料ですのでね、やっぱり取りすぎるといろんなこれね、味覚がおかしくなったりとか、まあ、ちょっと神経興奮させたりとかっていういろんなこと考えられますので、なるべく入ってない方がいいし、そもそもハム、ベーコン、ソーセージって美味しいものじゃないですか。なんでそんな美味しいものにわざわざ化学調味料を入れてるんですか？この先を考えてほしいんですよ。ね、さっき言いましたね、原材料がわかりづらいですよ。ね、本当にいい原材料でちゃんと作ってたら美味しいはずです。でもじゃあなんでわざわざ化学調味料を入れてるか？っていうことは、自信がないんじゃないですか？っていうふうにも考えられるんですね。だからまあちょっと極端に言うと粗悪なね、悪い原材料であんまり美味しくないものだから、もう無理やりね、化学調味料で旨味を出さないと美味しくないっていうことも考えられるわけですよ。もちろん全部の会社さんがそうではないとは思いますけども、そういったことも考えちゃうし、いや本当にいい自信を持ってね、自信を持った素材を使っているんであれば、こんなのいらないでしょってね、そのあんまいい例が思い浮かばなかったんで、ちょっと、あれですけども、そういうことですよ。ね。もう、なんか勝負してよと、裸で勝負してよっていうことをね、個人的には思います。まあ、こういったやっぱ、ね、いろんな、添加物が入ってますので、でもこれはね、割とちゃんと探せば、より添加物が少ないものとか、あるいはお店によっては無添加のものなんかも売られていたりだとか、まあ、通販とかね、宅配の、そういった安心安全な食品を届けている宅配の会社さんとかだと、まあ、ほぼほぼね、無添加のもの扱ってますので、かなりね、ハム、ベーコン、ソーセージについては、無添加のものは手に入りやすいかなというふうに思いますね。さあ、では二つ目行きましょう。明太子。ね、明太子美味しいですよね。やっぱね、ご飯好きとしてはもう明太子最高。ご飯のお供としてもう本当にね、美味しい。最高のおかずなんですけども、明太子も添加物多いね。僕ね、福岡ね、仕事で福岡飛行機で行きまして、で、帰りにこうお土産何買おうかなって空港のね、お土産売り場を回ったんですよ。で、やっぱりこうね、博多、福岡といえば明太子だろうということで、ね、明太子買って帰ろうと思って見たんですけど、一個もなかった。もうね、いろんなお店探したけど、無添加の明太子マジでないです。で、ネットで探してもほとんどない。もうほぼほぼ添加物です。ね、こういった着色料、発色剤、調味料とか使われてて、で、よくね、明太子で無着色ですよと。着色してませんよっていう明太子は割とあるんですよ。でね、あんまりこう知識ない方とかだったりすると、あ、これ無添加なんだと思っちゃったりするんですけど、無添加じゃないです。大体ね。無着色なだけで発色剤とか他の添加物入ってる場合がありますんで、その無着色であっても、やっぱり原材料、ね、確認。手首のスナップ運動で原材料確認してみてください。ただね、まあ、これほとんどないです、本当に。
僕ネットですごい探して、なんかやっと見つけたんですよ、無添加の明太子ね。で、それ買って食べましたけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。やっぱね、無添加のってこう安心安全ってのももちろんあるんですけど、美味しいんですよね。だってこのね、もうみんな他の他社さんが、他の会社さんが添加物使ったもの出してて、わざわざ自分のとこからね、添加物使ってないものを出して売れるかどうかもわからないっていう、かなりチャレンジングなことじゃないですか。やっぱそこまでして無添加のものを届けたいって思ってる会社が作った明太子は、そりゃ美味しいよってことですね。はい、すんごい美味しくて感動しましたけども、だから明太子はなかなかね、無添加を欲しいって方は難しいと思います。それこそお店とかスーパーにはまあないんじゃないかな。もしあったという方いたらコメントでね、ぜひ教えていただきたいんですけど、なかなかないですので、まあ明太子はもう目をつぶるっていうかね、食べる場合はもうなるべく100点を探そうとすると多分不可能なんですよ。無添加の明太子をスーパーで探そうと思ったらもうないと思います。はっきりね。ないと思うので、でも何種類か売ってると思います。明太子がね。で、その中で全部原材料を確認して、まあ、着色料を使ってるものよりかは無着色の方がいいでしょうし、一つでも添加物の少ないもの。だから100点を求めると苦しくなりますけども、ベターなもの。ね、より良いものを探すっていう観点で、ぜひね、今度お買い物される時に、確認されてみるといいんじゃないかなと思いますね。いや、明太子でも美味しいんですよね。はい。ぜひ、無添加の明太子ね、これもしメーカーの方見ていたら、ぜひ作っていただきたいと思います。このチャンネルでね、紹介させていただきますんでね、よろしくお願いいたします。さあ、三つ目、今度、漬物。漬物も、もうほぼほぼ添加物ですね。はい。まあ、これね、でも差が、これは、明太子はなかなか無添加ないんですけど、漬物は割とある。でも、ハム、ベーコン、ソーセージよりないかな。僕の印象ですけどもね、お店にもよると思うんですけど、漬物も添加物多いんですね。保存料、着色料、調味料、酸味料ってことでね、漬物ってどうやって作るかご存知ですか？まあ、いろんな日本各地にね、漬物ってありますけど、基本的には野菜と塩でできるんですよ。漬物っていうのはね。まあ、他にももちろんいろんな漬物ってありますけども、ベースは保存食なので、野菜と塩漬けにしてね、発酵させて、乳酸発酵でっていうのが漬物なんですけども、なんでこんないっぱい入ってんの？ってことですよね。保存料。保存料？漬物ってそもそも保存食じゃないの？なんで保存料がいるんですか？ね、着色料。いやいや、野菜に色ついてますよ。ね、調味料、化学調味料ですね。化学調味料。いやいや、発酵で美味しくなってますって。で、酸味料。いやいや、発酵してるから乳酸で酸っぱくなってるんじゃないの。ね、突っ込みどころ満載なわけなんですけども、要はね、こういった添加物を使ってる漬物っていうのは、発酵させてないか、あるいは発酵させていても、期間が短い。要は発酵が浅いんですよね。ちゃんと発酵ね、時間かけて、発酵させれば保存性も増すし、美味しくなるし、酸味もちゃんと出るんですけど、まあ、こう、なるべく、なんていうの、儲けたい企業っていうか、もう早く、漬物作ってどんどん売りさばきたい企業はですね、もうちょっとつけてすぐ売っちゃうみたいなね、感じになっちゃう。ってことは、やっぱ保存料入れないと日持ちしないし、調味料入れないと美味しくないし、酸味料入れないと漬物独特の酸味も出ないってことで、こういった添加物でごまかしている商品が非常に多いです。ね、漬物、日本の伝統食ですよ。それをね、ちょっとこう、汚さないでいただきたいと、個人的には思いますね。いや、ほんとね、漬物、例えば物産展とかって言ってね、こう、スーパーとかで、デパートとかでやってるじゃないですか。なんか地方の、京都の漬物屋さんが来て物産展やってるみたいな。ね、京都伝統の味とかっていうと、わ、なんかすごい立派な、ね、上等な、漬物があるなとかって言って、こうね、近寄っていって、あ、いろんな漬物あるなと思って、こう、ね、手首のスナップ運動で見てみると、ね、この表のパッケージには、京都伝統の味と書いてるんですよ。匠の技みたいな。書いてるんですけど、裏側見るともう入ってるんです、これが。
全然伝統守ってないじゃないかお宅のところはって、こう憤りをね感じるわけなんですけども、まあそういった商品が非常に多いです。でも、あのもちろんね、こうちゃんと本当に伝統を守って余計な添加物を使わないで作った美味しい漬物もありますので、ぜひね、今度スーパーね行っていろんなところを見てみてください。いろんな漬物をね、そしたらその辺が見えてくるかなと思います。漬物はまあそういった形でなるべくいいものを買うか、あとぬか漬けはね簡単に作れます。あのぬか床、もう完成されたぬか床が売っているものもありますし、そういうものでね自宅であの好きなタイミングでいろんな好みの野菜を使ってねぬか漬けも作れますので、まあわざわざ買わなくてもね、ぬか漬けご自宅でぜひあの作られるのもいいんじゃないかなと思いますね。さあ次4番目いきましょう。缶コーヒーでございます。で、缶コーヒーね、あのブラックコーヒーはまあ無添加のものも結構あると思います。ただブラックでも添加物使ってるもの確か見たことありますけど、加糖ですね、甘いコーヒー、あのコーヒー、まあコーヒー牛乳カフェオレみたいなやつですね、にはもう人工甘味料大体入ってますね。いやー、これでもいつからなんだろうと思ってね、あの僕も今でも思い出なんですけども、その中学生のね時、まあ14歳とか15歳のこの少年ですよね、だった時が僕にもあるんですけども、その時こう塾にね夜遅くまで行って、で夜冬の寒い中チャリこいでね友達と帰って、でちょっとこう食べるわけですよ外でね。でその時にこう自販機で買った甘い缶コーヒーがね、なんか大人になった気分がして、すごくこう青春っていう感じで、あの覚えてるんですけども、あの缶コーヒーはどこへ行ったんだと。その時はね、こんな人工甘味料を使っているものはほとんどなかったと思います。だから15年ぐらい前でしょうか。それが今ではもう、ほぼほぼ全部人工甘味料、いうことですね。なんで人工甘味料を使うんですかっていうと、まあコストが安いんですよ。砂糖よりも安いので、やっぱ1円でも多く利益を出したい企業は、人工甘味料をね、使っているってところが増えてきています。ね、でも人工甘味料なんかカロリーないし、太らないから逆にいいんじゃないですか、ね、血糖値も上げないしみたいな、あの方はこれもあの動画ねあります。はい、人工甘味料がいかに悪いかっていうね、あの動画ありますので、ぜひ概要欄からチェックしていただければと思いますけど、あの人工甘味料はカロリーゼロだから太らないとかね、あの血糖値に何も影響ないとかってことはありません。そんなおとぎ話はねありませんので、腸内環境も悪くしますしね、人工甘味料なるべく控えましょうということで、まあでもまだありますかね、砂糖だけを使っている缶コーヒーあるかと思うんですけど、あの自販機で買うときに困るんですよね。まあそんなに僕あの加糖の缶コーヒー買うことってもう本当に何年に1回あるかないかぐらいなんですけど、自販機で買うときってもう見えないんですよね、原材料が。表のパッケージばっかでね、これ得意技の手首のスナップ運動が効かないみたいな感じで、なんかこう自販機の横にこう回ってね、見えないかなとかって無駄なことをしても見えないんですよね。なんか困るんですけども、まあ、ぜひね、あのもう正々堂々と砂糖を使った缶コーヒーまた作ってほしいなと思います。はい、で最後5番目がね、菓子パンでございます。菓子パンですね。この菓子パンもまあいろんな添加物使われておりますし、まあ、添加物だけじゃないんですね、菓子パンっていうのは。まあいろいろあるんですけども、まずはトランスファット、つまりトランス脂肪酸です。もう狂った油とね、呼ばれていますトランス脂肪酸。これについて詳しく知りたい方も関連動画上げておきますので、詳しくは見ていただきたいんですけども、もう油が狂っちゃうとね、人間おしまいです。で、人間の細胞を作っている、人間の体を作っている細胞一個一個の細胞壁、細胞膜ですね、細胞膜っていうのはこれ油でできていますので、もうそこが狂っちゃったらもう体全体が狂っちゃいますんでね、もうトランス脂肪酸ぜひやめていただきたいということですけども、まあコンビニスーパーに置いてある菓子パンにはいろんなものが入っていると、いろんな商品にトランス脂肪酸使われています。これはね、原材料を確認するときにチェックしていただきたいのが、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、この3つのうちどれかが入っていたらもう黄色信号です。疑いあり、ダウトですね。はい、マーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、この3つのうちどれかが入っている
場合はですね、トランス脂肪酸含まれている可能性がありますので、まあ、トランス脂肪酸気になる方はね、そういったものは選ばない方がいいんじゃないかなと思いますけども、残念ながら、ほとんどの菓子パンに使われております。はい、いう現状ですね。そういう貧しい日本の食環境でございますけれども、ぜひね、変えていきましょう。ね、あなたの力で、僕たちの力でね、変えていきたいと思いますけれども、まあ今そういう状況ですので、あんまり、これも食べ過ぎない方がいいんじゃないかなと思いますね。あとはあれですね、残留農薬、うん、残留農薬の問題で、日本の小麦の自給率ってものすごい低いんですよ。だからやっぱりコンビニスーパーに売られてる菓子パンっていうのはほぼほぼ輸入小麦でございます。で、この輸入小麦の中にはまあ農薬が多いです。しかも良くない、農薬がね、グリホサートっていうんですけども、まあそういう込みった話はちょっと今回の動画ではしませんけど、そういった農薬の問題もありますし、実際に検出されてますんでね、やっぱりこう小麦は国産に限るかなと思いますけど、なかなか国産小麦を使ったパンなんてね、置いてませんから、コンビニスーパーにはね。もちろん数少ないものは置いてるかと思いますけど、なかなか選びづらいですので、まあパン買う場合はやっぱり安心できるパン屋さん見つけていただいて、買うというのがまあ一番いいんじゃないかなと思いますね。あとそもそもね、菓子パンってもうカロリーがすごいんですよ。僕はもうこの菓子パンのことをカロリー爆弾というふうに呼んでいます。はい、もうカロリー爆弾っていうぐらいですね。もうカロリーがすごいね。ふわふわしててペロッと食べられちゃうんですけども、カロリーものすごい。もう砂糖もたっぷり、油もたっぷり、カロリー増し増しでございますので、で、それに、引き換えですね、この食物繊維は少ない、ビタミン入ってない、ミネラル入ってないっていう、もうカロリーを摂取するためだけの食べ物ですので、決してこれは食事にしないようにしていただきたいと思いますね。まあ、菓子ですから、お菓子ですからね、菓子パンっていうのは、食事の代わりには全くなりませんので、まあ、健康を考える方はね、ぜひ菓子パンは控えられた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今回もいっぱい喋りましたけども、特に気をつけていただきたい加工食品についてお話をさせていただきました。まあ本当にね、さらっとお話ししたつもりでもいろいろ情報量多かったと思いますけども、まああんまりこう圧倒されないでほしいんですね。いろいろまあ知っておくのはいいかと思うんですけども、これをね、完璧に当てはめて100点満点の理想のものを選ぼうと思ったらストレスを感じると思います。というのも置いてないから、スーパーとかコンビニにはね、こういったものを置いてないので、かといってなかなかね、毎回自然食品のお店とか行くわけにもいかないしっていう方が多いと思いますので、その場合はさっきもちょっと言ったんですけども、100点満点のものではなくて、比べてより良いもの、ベターなものを選ぶというね、ぜひ考え方を持ってお買い物をされるといいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上でございます。今後もですね、こういった、まあ、栄養の話とか食のお話いろいろお届けしてまいりますので、気に入っていただけた方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。いいねとコメントもお待ちしております。何かご質問などある方はですね、こちらも概要欄に質問フォームを載せておきますので、こちらからお寄せいただければと思います。ということで今回の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。さようなら、ごきげんよう。